船長、私たちの目的地はリメカップ展示会場じゃないんですか？もちろん。ですが展示会場のフロントは私たちがさっき通った交差点にあります。ここはすでに廃棄されたバックドアでは、それに立ち入り禁止の看板まで貼ってありますよ。そういうことはどうでもいいじゃん。大勢のファンを持つロックンロールライダーは人だかりが密集してる場所に姿を現すべきじゃないでしょう。騒ぎは起こしたくないからね。なるほど。てっきり船長は金欠なのかと。それは完全な誤解。私たちの目的はヨレヨレ野郎を説得して鉄皮の怪物たちの邪悪な計画を暴くんでしょ。真正面から正々堂々と入るわけにはいかないじゃん。アップル、トミーが言ってた報酬のことまだ覚えてる？誰もがびっくりするような驚きのインサイダー情報を提供してほしいと言ってましたね。船長はどうやらその報酬を気にかけているようですが。そんなことあるわけないじゃん。義理と人情のある海賊なんだから。トミーを手伝うべきだと思っただけ。そして友達から相応の感謝をもらうのも当たり前でしょ。船長、なるほどです。偉大なロックンロール海賊は一発逆転を計らう。狂気じみたヒッピーは己の過ちを知り手を洗う。ロンドンを救った大ヒーローはたくさんのインタビューを受ける。使い切れないほどの賞金。船長、船長、気をつけてください。皮膚の硬さと声のトーン、それに排出している体液も人間とはかけ離れています。彼らはおそらく。あ、わかった。新聞に載ってた警備ロボットだ。もちろんその可能性もあります。ジジイたちのヒゲ、脳みそにまで生えてんの？計画を変えないと。ロンドンもこんな醜い鉄皮の怪物に占領されてたまるもんか。警備ロボットの恐ろしい真の姿を公衆に暴露しないと。こいつらは暴力的で荒々しく危険だらけだ。このアップルめは最後まで戦いますぞ。うんうん、アップルにはもっと大事な任務がある。最寄りのラジオチャンネルを占拠してこい。これはキャプテン命令だ。わかりました。
静粛に。この年寄りに席を譲ってくれない？焦らないで。誰？心臓の音がうるさくて刃のように優しく燃える。 I know the moon and this is an alien city。 隙あらば入り込む天候。ちょっと熱いわね。神への反逆だと。パンフレットにはサッカーを愛する者ならどなたも大歓迎と書いてあるじゃないか。その通りですミスター。じゃあ僕たちを中に入れるべきだ。僕、ウェンディ、アリス、ネルソン、それにピクルスもみんなサッカーを愛してる。申し訳ありません。ペットは立ち入り禁止なんです。ペット預けエリアを準備してあります。
プロの警察犬が看護担当しています。え？頭をぶつけるなよ、ウェンディ。どうやらみんな楽しめる場所があるようだ。ワンコの遊び場で楽しく遊んでおいで。またお会いしましたな、憂鬱な目をしたパピー。このアップルめは船長からの命を受け、海上に入り調査を行うところです。
えば、前回別れを告げてからこのアップルめはあなたとの交流方法について考えていました。これを作りましたぞ。簡易な翻訳機、その名もドギーです。まだテスト段階なので機能は揃っておらず、たまにバグもあります。犬の言語に対する理解力も逸脱があったりしますが、ありがとうと犬は感謝をしています。どういたしまして。残念なことにこの翻訳機のテストをしている余裕はないのです。早くここから去った方がいいですぞ。いつ暴力を乱用する警備ロボットが現れるか分かりませんからね。逃げられないと犬はあなたのアドバイスを断っています。ん？中にとても大事なものがあると犬は心配しています。なるほど、合理的な理由です。共に行きましょう。危険があった時はこのアップルめが力になりましょうぞ。どうやって直接ここへ？以前来たことがあるのですか？直感さと犬は謙虚さを見せています。船長からの任務は順調ですな。ここには放送設備が整っているようです。相応の周波妨害装置を設置すればレグルス船長は3マイル範囲内のあらゆるラジオ放送をハイジャックできます。
あのケムクジャラを中に入れたのはドイツだ。クシュ、ここはもう忌々しい犬の毛に汚染されてしまった。クシュ、どうしたんだ？壊れたのか？危険レベル。支援要請、支援要請。なんておぞましいケムクジャラなんだ。危険物資だ。今すぐ遮断すべきだ。ロボットよ、こっちに来い。やつを追い出せ。いや、殺してしまえ！クチュ！レベル3の警戒状態だ。何してるんだ！僕のピクルスから離れろ！そいつをここに入れたのは、あんたか。厳重な警告を言い渡す。その犬は非常に危険な不安要素だ。厳正な処分を求める。何を言ってるんだ！ピクルスは全然危険なんかじゃない！ご近所に愛されてる、とってもいい子だ。この場から去ればいいんだろ。クチュ！危険かどうかを決める権利はあなたにはない。そこにいなさい。警備ガイド第172条第5号。警備会社、任務執行中に危険性のあるすべてのアイテムを直接処理する権利がある。命令だ。その犬をこちらに渡せ。不安要素を排除する報酬として、より高貴な血統を持ち、より温厚な犬を弁償しようじゃないか。ただのペットの犬に目をくらますじゃない。キシュ！ブッブッ！何言ってるんだ！あれは僕の友達なんだぞ！狂ってる！あなたは友人を見捨てることができるのか？
まあ、あなたにはできるかもしれないな。鉄の塊が頭にひっついた冷血野郎だもんな。ワールドカップのブラックリストに入りたくないなら、今すぐおかしな行為をやめるんだ。よくやったな。でも君の脅しは効かないし、ピクルスのことも決して諦めないぞ。何がワールドカップだ、この野郎。愚かな。捕まえろ。静粛に。この審問で審問長を務めさせていただく。焦らないで。何か聞こえる。無料サンプル、無料サンプルよ。隙あらば入り込む電波。優しくね。焦らないで。優しくね。えい。いい子ね。おもちゃをあげましょう。反逆だと。やっと静かになったな。いや、キス！通風システムを最大効率にしろ。犬の毛が一本もない環境にするんだ。他のロボットはあの犬を捕まえろ。指令確認。何をしたんだ。私じゃないよ。通風システムが急に起動したんだって。これが君が言ってた完璧な計画？吹き飛ばされちゃうぞ。ちょっと早く減速して。もう間に合わない。ぶつかる。うわー。はーい。
下水道のネズミが。ミスター・アイバーソン、申し訳ない。こんなアリ邸で登場を迎えるとは思ってもみなかったよ。彼女の方が僕よりこの状況を知ってると思う。あ？どこ行った？捨てられた虫けらみたいだな。まだ何かしでかすつもりか？実現不可能なユートピアとやらだったかな。少し身の程知らずだけど、不可能でもないさ。はあ、泡がいっぱい。展示会の特別企画かしら。この石鹸バブルは？なるほど。通風が起動して通風パイプの外に設置してた石鹸バブル装置がやっと動き始めたんだ。ごめんよ、損壊したロボットちょっと借りるね。待て、一体何をしたんだ。このおかしな泡は何なんだ。正確に言えばこれは芸術革命なのさ。ママ、あそこに変なおじさんがいる。ロボットを挑発してるの？安全観覧承諾書にサインしたの忘れたの？レディース&ジェントルメン、つまらない現状にうんざりしているのでは？定められたルールと掟に満ちたこの場所から逃げ出したいと思ったことは、きっとみんなもっと美しい世界を夢見たはずだ。音楽に満ちた平和な世界を。さあ目を開いて目の前のバブルを見るんだ。あっという間に消えゆく美しさに幸あれ。このバブル試してみたいと思わないかい、ミスター・アイバーソン。僕たちはきっと平和に共存できる方法を見つけられるはず。
つまらん子供だましを。少しも興味が湧かないのかい？一目見さえすれば君の芸術細胞は活性化される。どんなに堅物な鉄頭だろうと、きっと想像力の泉があふれるはずだよ。もしかして君には想像力がないのかい？ジョークのお時間は終わりだ。お前の平和な理想世界とやらはただのジョークでしかない。強権、憎しみ、武力こそが歴史を前進させる唯一の手段だ。無力な抵抗は負け犬の遠吠えでしかない。この最高に素晴らしい即興パーティーから追い出され、新しい友に別れを告げ、また陳腐なルールと無関心だらけの世界に戻ることになるかもしれない。でも少なくともそれは今じゃない。この審問で審問長を務めさせていただく。誰？何か聞こえる？焦らないで。うん、隙あらば入り込むテンポ。いい子ね。おもちゃをあげましょう。麺は麺、歯には歯を、えい、血をもって罪を償い、痛みをもって悔い改める。焦らないで。麺は麺。いい子ね。おもちゃをあげましょう。血をもって罪を償い。いいじゃない。途中でちょっとしたアクシデントもあったけど、私たちの計画は順調に進んでる。ヒューズと弾倉はちゃんと交換したし、自制紐も設置した。大半のロボットは動けない状態になってる。アイバーソンだって麻痺状態だよ。まだ終わってない。うんというか、一番の見せどころがまだ始まってないよね。ライティングを明るくして、空調の温度を下げて、無声放送の周波を高めるよ。さてと、
さっき交換したあのヒューズはいつオーバーロードするのかな。アッシュ先生、残された時間は少ないよ。行こう、身を隠せる場所に。少し体積があるものを飲み込んでほしいんだけど、いいよね。今回はどんなおかしな発想？最も重要な役割なのは間違いないよ。手伝ってね、アッシュ先生。安全承諾書の第18条により、私たちは他人の観覧に影響を及ぼす邪魔者を処理せねばならない。そいつを捕まえて沈黙剤を注射しろ。自己感動の演説など聞きたくない。指令を受信しました。噴水装置を起動しろ。おかしな泡を全て排除するんだ。ここでの騒ぎはもうおしまいだ。観客の皆さん、観覧を続けてください。遺憾なことに、誘導され安全協議に違反した人たちは展示終了後全面的な審査を受ける必要があります。いたずら犬だ。マイクを返して。サンドイッチまだ食べてる途中だぞ。どういうことだ。誰があいつらを会場に入れたんだ。申し訳ございません、ミスターアイバーソン。あまりに大人数で。賢い海賊船長、最も盛大なステージに到着。
戦の最も個性的なロックンロール戦アップル号だよ。一流のセンスを持ったあたしを愛してくれてるフォロワーだし、ヤッホー、みんなが想像してる通り、このキャプテンレグルスはここにある全てのラジオ周波をハイジャックしたんだ。今全ロンドンからラジオアップルがはっきりと聞こえるはずだよ。それを喜んでくれてるあなたも、今すぐにでも他のチャンネルに変えたいあなたも、ロックンロールを好きなあなたも、音楽なんて大嫌いなあなたも、チャンネルはこのままで。陰謀が大暴露されるのを見逃したくないならね、ロンドン当局と人々の注目を浴びている警備ロボットに関する巨大な陰謀についてだよ。みんな、私たちは今巨大な詐欺に遭ってるんだ。ロンドン当局はみんなを騙してる。この世界にはルールを守ってミスをしない安全で頼りになるような警備ロボットなんて存在しないんだ。事実はその真逆。あいつらは暴力を乱用して市民を傷つけ、人の感情に理解がない。はあ、責任者は人の目から隠れると情報を抑え込んだ。楽しみたい、リメカップを心から愛する民衆たちを会場の外に締め出したんだ。そのせいでキャプテンレグルスとロボット軍団は会場の校門で激しい衝突をした。勇敢なキャプテンは逃亡、撤退に成功したからいいものの、これは疑うまでもなく自由への侵害である。無能なロンドン当局は警備会社と手を組んでポンコツロボットでロンドンを管理しようとしてる。彼らは私たちから日常を奪い、抵抗できないようにさせ、言いなりになるように仕向けてるんだ。ヨレヨレ野郎、あの自称海賊が言ってることは本当なのか。あなた方は確実に騙されていますよ。でも確かにかわいそうな市民を縛りつけてますよね。こうなってしまえば今から証明してみせましょう。新人類警備、安定せよ。ヘンテコロボットおっさん、あんたの邪悪な野望はこの正義を守る船長がぶち壊した。ロンドンは私たちのもんだ。ロンドンは自由だ。あなた方の言う通りです。こういう時、警備員の方がより臨機応変に動けます。ということは。何をぼーっとしてる。ここにいる全員は秩序を破壊しているんだ。破壊分子を放っておくつもりなのか。はい。何するんだ。逃げろ。
んなに怒らないでよ。好きあらば入り込む天無料サンブル、無料サンブルよ。焦らないで、麺は麺捧げます。アップル、早くビデオテープをしまって。キャプテンレグルスの直感は間違ったことなんてない。私の助手アップルは第一現場の貴重な映像を全て録画してるぞ。これは最も破壊力があるニュースになるはず。全ての新聞社がこの情報を手に入れようと方針を弾むだろうね。次の曲聴いてくれよな。停電？ふふ、すべては順調。おい、早く応急照明をつけろ。電路に何が起きたのか調べてこい。はい。この野郎、間違えてるぞ。あれは応急照明じゃない。違います、私が落としたんじゃありません。トロフィーがありません。完璧な警備の名において盗みを働く。この地味でつまらない展示会場の中でまだ想像力と奇跡に満ちた物語を覚えている人はいる？彼女はリメカップを持ってる。どうやってあの中に入ったんだ。そう、やっと戻ってきたの、ラミレスのところに。ラミレス、あの偽物事件の倒産した会社。君は。うん、久しぶり。新人類社の責任者、あの事件の経験者、リメカップを取り戻したラッキーな男、アイバーソン。あなたは誰よりもリメカップの物語について詳しい。そうだよね。お前は一体誰だ。あなたたちはラミレスの改革に反対して、彼らの奇想天外な想像力と途切れない奇跡のストーリーを憎んだ。おとなしくルールを守っていればいい。失敗しても
私たちを指摘する者はいない。あの明るい星を潰すため、同業者たちと共に偽物のリネカップを作り出し、失敗が決まっている警備をラミレス社に依頼した。でたらめを言うな！泥棒め、私たちを誹謗中傷するつもりか。ラミレス家には全ての保管物にアルカナムのマークを残す伝統があるんだ。それらは特殊なカメラでしか確認できない。そう、これは私たちが保管した覚えのない本物のリメカップだよ。やっと真相にたどり着けた。あ、ごめん、自己紹介を忘れてたね。私のことは怪盗アッシって呼んで。おお、神よ、彼女は無数のお宝を盗んできた大怪盗だ。もちろん私の本名メラニア・ラミレスって呼んでもいいよ。ミスター・アイバーソン、私たちはどうすれば。あいつの言うことを気にするんじゃない。泥棒の話を信じるつもりか。でも今起きてる状況はどれもガイドブックに載ってません。バカ者、あいつを捕まえれば万事解決だ。使える武器を全部使う。してたよ。
目には目。誰？心臓の音がうるさいけど。君たちも民衆の声を聞いてみましょう。血を持つ罪償い。付き合わば入り込む天罰。秘密ってのはいつだってありきたりな言葉の中に隠れている。聞いてもらう。撤退。え？私に司令権はないの？優しく。歯には歯を。焦らないで。えい！空飛ぶ手袋はたったの3000光が見せんかよ。誰？いけ。心臓の音がうるさいけど。優しくね。悪行の代償を身をもって知るがおとなしくしてよ。過激な部署に飛ばされる。言い忘れたけど、ロボットに積まれてた一部の装備は警備ガイドに違反してたから、もっと安全な花火弾丸に変更しといたよ。壊した方がいいから。おい、あの犬を見ろ。いや、違う、それじゃない。向こうのボーダーコリーだ。リメカップを取り戻してくれたぞ。お。あの犬逃げたぞ。何をするつもりだろう。気持ち悪い。吐き気がする。泣きたい。ごめんね、アッシ先生。一度に大量の変なものを飲み込ませちゃったせいで。私も含めて。この件が終わったら、プロのお直しショップでちゃんと綺麗にしてもらおう。ね。でも、今は一刻も早くここから去らないと。もう終わった？もちろん。アイバーソーの顔、鼻垂れスライムを丸々一匹飲み込んだみたいな表情だった。彼は結局、アルカニストたちの想像力に負けたんだよ。会場に偶然現れた記者たちは、きっとこのスクープを逃したりしないはず。会場は今大混乱。
私たちは気軽に脱出できる。誰にも見つかったりしないよ。なんだろう。同類。私の居場所がバレるなんて、どっかでボロ出したかな。しー、ちょっとちょっと、変に吠えないで。他の人に見つかっちゃう。ウォッウォッ。切羽詰まってるけど敵意は感じない。わかった、ワンちゃん、あなたの条件を言ってみて。現状から逃げたいと犬は思っています。ここから去りたいの？計画内じゃないけど、あなたを外に出してあげてもいいよ。あなたの手伝いが必要だと犬は考えています。何してほしいの？これ、一瞬で消える姿隠しの顔料だよ。道行く人から姿を消せる。もちろん他の犬もね。それか、これ、微風グライダー。両手を広、前足を広げた時、少しの風があればこの飛膜でどこまでも飛べるよ。それとも、あなたも会場の人たちをびっくりさせたいとか？それならこれ、振動目覚まし。周囲にいる全てのうたた寝野郎たちの眠気を一掃、バッチリ目を覚まさせるよ。一般的にはうとうとしてる警備員の対策アイテムだけどね。さっきの犬はこっちに来た気がするけど。トロフィーを見つけた犬、絶対大ニュースだ。みんな、あの犬を追うべきだ。まずい。鼻の利くワンちゃん、早く洗濯をして。じゃあね、ワンちゃん。
ちは。あなたがヒーロー犬のご主人ですか？というか彼の友人だよ。一番仲がいいんだ。どのように育てたらこんな賢い犬になるんでしょうか？この記事が世に出たらきっと多くの人々がヒーロー犬の日常に興味を持つと思います。よくシンフォニーも一緒に聞いたりするし、たまに深い哲学問題について討論したりも。そうそう、我が家には豊富な書籍コレクションがあるんだ。政策、理想国家、弁論術とか。それはとても重要な資料ですね。ありがとうございました、ヒーロー犬のご主人さん。あなたのインタビューを受けて光栄だよ。ピクルスもそう思ってる。それは良かったです。これからもっと詳しい報道にも協力してほしいのですが、より多くのインタビューや映画撮影、それとイングランドチームの友情試合などにも出てほしいですね。ニュースの視聴者だけでなく、イングランドチームもきっと面と向かってワールドカップの栄光を守ってくれた大ヒーローに感謝したいはずです。ヒーロー犬の英雄な行為は映画投資者の興味を引くかもしれませんし。本当？僕は一生流浪する宿命なんだ。前代未聞の想像を絶するようなサプライズ石鹸バブルパーティーの後、美しい世界に関する即興創作を残した人が誰もいないなんて。そして誰一人僕の貢献を覚えてる人もいない。みんな新時代を前進させようとしたパイオニアに見向きもしない。歴史に残るような偉大な事件は一匹の犬以下の魅力だとは。芸術はもう死んでいる。ウッドゥーの読者のみんな、これは私が遭遇した物語の中の一つです。ドラマチックに満ちていて、誤解、可愛い動物と恐ろしい陰謀、そして泣くも笑うも選びがたい結末がある。皆さんにこの物語を語れて嬉しく思います。あなたが今どこで何を経験していようと、この物語がひとときの楽しみを提供できていたら幸いです。そして心からあなたたちの物語も楽しみに待っていますよ。